Peggy 12. はい、ジェイコム。モンスターハンターの中で一番重要視しているところはやっぱりアクションの部分になります。これはプレイヤーと、モンスターっていうところがアクションをして、関わり合ってもらうっていうところをすごく重要視しているので、ゲーム的にどのポジションでどういうようなモンスターが出てきて、その後にどういうモンスターが出てくるのか。ゲームとしてそのアクションとしてどういう形でプレイヤーの方にそのモンスターの種類ですね、種類の行動とかを覚えていってもらいながらゲームを進めていってもらうか、ここはすごく気を使って作っています。あとはそのモンスターの動きですね、モーション、これもモンスターハンターのモンスターの動きを見てプレイヤーが反応するっていうところが一つのそのゲーム性になってますので、モンスターの動き、モーションもすごくこだわってます。